坂口と浜中春坂口正宏は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属していた元調教師で現在は競馬評論家である。同志社香里中学校、高等学校、同志社大学卒業。父の坂口正治は元調教師、長男の坂口隆次代は調教助手。元調教師の坂口正則はいとこにあたる。百六十六年に 父の坂口正治旧社で、調教助手となる。1974年に調教師免許を取得し、1976年に、旧社を開業。初出走は、同年3月7日、阪神競馬第10競争のレイクルーラーで落馬、競争中止という、珍しい記録である。初勝利は、同年4月25日、京都競馬第11競争で、初出走と同じレイクルーラーであった。 延べ14投目での達成。1978年の阪神対商店をキャプテン名村で制して、重賞初勝利を挙げる。翌年のナルオ記念を同馬で優勝して、以降は重賞勝利から演座ったが、1989年のラジオ単ハイ3歳ヒン馬ステークスをレガシーワイスで優勝し、実に10年ぶりの重賞勝ちを収めた。 その後1995年の菊花賞を、マヤのトップガンが勝って、GI 競争を初勝利を挙げると、これ以降はコンスタントに重賞馬を排出した。2000年の高松の宮記念では、1998年のボバクラシック路線の中心を担う伊藤と、目されながら、無冠に終わり、1999年も重賞価値こそあったものの GI には、 手が届いていなかったキングヘイローが直線で一気に束を差し切って優勝。同馬はこれが11度目の GI 挑戦であり、ようやく GI 馬となったことに、坂口は一目をはばからず涙を見せた。騎手は2007年に浜中春が所属して以降彼を徴用していたが、オープン競争などの有力馬には竹豊や福永雄一を起乗させることが多かった。 2011年2月28日に定年のため引退。最後の管理場の出走となった2月27日の阪神競馬第8競争では浜中が起乗するピサのプレミアムが一番人気で最後の勝利を挙げた。引き上げてくると坂口と浜中は涙を見せた。引退後は日刊スポーツで競馬評論家として活動しているほか同年5月頃から不定期に K はビートにアドバイザーとして出演した後、2012年からは同番組にレギュラー出演している。太字は文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。